おはようございます。ただいま議長のご指名をいただきましたので、議第39号森山市共同住宅等にかかるまちづくり調整条例案について質問をいたします。まずお隣の町のことではありますが、栗東市ではかねてより出店計画を進めていた大規模商業施設コストコの誘致を断念するという報告がありました。都市計画区域の変更が困難であることや、出店に伴う交通渋滞への懸念が大きいことが、地元住民に理解が得られないということでありました。私ども、森山市議会からも、国や県に対し、都市計画区域変更には慎重になるよう意見書を提出したところでありました。今回の案件については、本市に影響が及ぶことから注目されていたのでございますが、栗東市がこの地域の発展を願う計画としてチャレンジされたものと、一定の理解はできるところでございますが、市のまちづくり、特に都市計画づくりは、周辺自治体にも影響が及ぶことであると再認識されるものと思っております。本市においては、隣接する本市の古高工業団地の北側に位置する横江地区の市街化編入についても、地元の同意が得られ、周辺地域にも受け入れられるよう期待をするものでございます。さて、近年、全国的に中高層建築物の建設に伴う住民との紛争事例が発生しております。本市においても、昨年でございますが、駅前地域において同様の事案が発生したところであります。この事案では、既存のマンションの隣地に新たなマンション建設が計画され、そのマンション住民の駐車場が高層の立体式で、既存のマンションのベランダ側に配置され、現住民側から見通しや採光、駐車場の機械音など生活環境を阻害するということであり、市や議会にも計画の是正を促す陳情書が提出されました。マンション同士の事案といえども、マンション住民にとっては生活環境を脅かされることであり、事前に理解を得ることが非常に重要であります。中高層建築物は、現状では建築関係の法令に適合しているとはいえ、日照、通風、採光の阻害、圧迫感、風害など、その周辺に大きな影響を与えます。そして建築計画時に、近隣の生活環境に対する配慮が見られないことや、計画の説明が十分に行われないということ、また、対応の仕方が適切でないということなどが、建築紛争を起こす原因となることがあります。建築主は、近隣関係住民の要望等には十分耳を傾け、また双方がお互いの立場を尊重し合い、譲り合いの精神を持ちながら話し合いを重ねていくことが大切であります。また、市は紛争を未然に防止するよう努め、万が一紛争が生じたときは適正な調整を行うなど、解決に至るよう努めることが必要だというふうに思います。今回提案されたまちづくり調整条例は、こういった事案にならないために、市がまちづくり方針に基づき、開発内容を事前に調整するための手段であり、事業者が建設事業の構想段階において、建設事業に関する事項を市に事前に届け出ることにより、近隣住民との紛争を未然に防止するなど、
市のまちづくり方針に適合した土地利用を促進し、都市の健全な発展と市民福祉の増進に寄与することを目的ということであります。市ではこれまで駅周辺にふさわしいゆとりと潤いを実感できる街中居住を推進し、良好な景観形成や住環境の充実を図るため、既存の中心商業地としてのエリア価値の向上と良好な住環境の確保を目指しております。その中で駅周辺の商業地域、近隣商業地域に高度地区による高さ制限を設定したことや、乱立するマンションの建て詰まり感を抑える壁面交代の規制など段階的に講じられてきました。もっと早くに規制しておくべきだったのではと言いたいところではございますが、これまで確実に対策を進められたことは大いに評価をしているところです。私は平成29年12月定例会におきまして、共同住宅等の開発規制について質問をさせていただきました。その一つ目には、駅前商業地域以外の建築物に対する規制の設置について、地元の意見も伺いながら定めていくことや、都市計画の特別用途地区により、一定施設の設置を義務づける手法を検討していくとのことでありました。二つ目には、マンション建設を抑制するための新たな条例の設置について、強い規制は厳しい、難しい中で、マンション建設で人口増加により、学校施設等の不足が生じないよう、精緻なシミュレーションを行い、高さ制限の検討や、先進事例を参考に手法を検討していくとの答弁でありました。その後、このような答弁を踏まえて、今回の新条例の設置であるというふうに思っております。今回のまちづくり調整条例は、土地取得前の段階から届出を義務づける内容で、全国でも東京都江東区の一例のみであるというふうに聞きますが、細かくは市内全域を対象に共同住宅にとどまらず、高さ10メートル以上の建築物、もしくは住戸数30以上の建築物を対象とし、市に事前に届けることを義務付けています。市は届け出から60日以内に立地適正化計画や景観計画などに沿って近隣への配慮が行われているかを確認し、事業者は通知から60日以内に回答しなければならない。また届け出がない場合、検証に応じなかった場合、事業者名や事実経過を市の意見などを公表するということであります。今までの開発事業に関する指導要項では、申請があった時点では、建物規模や建物配置がほぼ決まっており、市として大幅な計画の変更を指導することが難しいため、今回の条例に至ったと理解をしております。また、紛争未然防止の観点から大いに期待をしているところです。そこで、この条例に対し、何点か気になるところがありますのでお伺いをいたします。まず新聞報道では、先日の記者発表で早い段階での市の方針を伝え、周辺地域との調整を円滑に進めると述べられています。この早い段階で市の方針を伝えるということは、規則で定める都市計画マスタープラン等を指すというふうに思いますが、一体どこまでの方針なのか、都市活性化局長にお伺いをいたします。都市活性化局長。それではまず答弁に入ります前に、今回提案をさせていただいております条例案の特徴について申し上げます。
都市計画の分野では自主条例、いわゆるまちづくり条例を根拠に開発事業の手続き等に一定の協議調整領域を独自に定め、はい、すいません、はい、一定の協議調整領域を独自に定め、その、はい、すいません、すいません、ボリューム上がらへんのかいって、すいません、申し訳ございません。はい、申し訳ございません。それでまず提案させていただいております条例案の特徴について申し上げます。都市計画の分野では、自主条例、いわゆるまちづくり条例を根拠に、開発事業の手続き等に一定の協議調整領域を独自に定め、その仕組みを活用し、地域に応じた課題を解決するさまざまな取り組みの事例があります。そうした中、本市の条例案につきましては、周辺に与える影響が大きいと考えられます、高さ10メートルを超える建築物か、住戸数が30戸以上の建築物に届け出対象を絞り、需要計画の変更が容易な構想段階において、市のまちづくり方針を伝え、地域の特性や実情に応じた一定の範囲内で調整を行うことで、より効果的、効率的に良好な住環境の確保を目指し、ひいては紛争の未然防止に寄与するものでございます。それでは、議員ご質問の市の方針とはどこまでの方針なのかについてお答えいたします。市の方針とは、まちづくりに関しますあらゆる方針を指し、都市計画マスタープラン、立地適正化計画、景観計画、緑の基本計画を列挙した上で、その他、守山市のまちづくりに関する方針、指針、基準と、本規則案において明記しております。明記いたします。具体例を挙げますと、としますの方針であります、地域と調和した魅力ある町並みや、良好な住環境を共に創出することで、また、創出すること、また、景観計画の方針であります、身近な緑を増やし、潤いを育てることや、にぎわいと活力のある町並みづくりを推進すること等があり、こういった町づくりの方針を事業者に伝えてまいります。このように構想段階において土地利用の方針を明示することにより、事業者は地域の特性を踏まえ、計画を検討し、周辺に配慮した事業を行うことが重要であると認識していただけるものと考えてございます。以上、答弁といたします。11番、新野文雄君、よろしいですか。11番、新野文雄君。はい、詳しく言っていただきましたので、よく分かりました。で、次に入っていくわけなんですが、建築主、事業者にとっては、マンション建設は財産活用の問題であります。法令の範囲内であれば、自由に建てることができるということが、憲法上、保障はされています。当然、プロの業者が計画をしているので、建築基準法等の基準は満たされているものではございますが、市はこの事前届出に対し、どういったような視点、またどういった項目に対し、意見というものを出されるのか、改めて伺います。都市活性化局長。それでは、ご質問のどういった視点、どういった項目に対し意見を出せるのかについてお答えいたします。建築関連法は、市街地の環境に関して一定水準を保つために必要なものとして定められており、基準自体は各々の敷地、それぞれの敷地に課せられる制限となってございます。本条例案は、それに加えまして、公共の福祉と主権とのバランスの取れた合理的な範囲内において周辺と調和の取れたより良い街並みや生活環境を共に創出するための調整を行うものでございます。案件により意見は異なりますが、例えば建て詰まりを抑制し良好な住環境を確保する視点に立って敷地条件や
周囲の状況に配慮した建物や駐車場の配置、高さといった項目に対しまして意見を出します。また、にぎわいとゆとりある景観を創出する視点に立って、まとまったオープンスペースの確保や、道路側への緑地の配置といった項目に対して意見を出すものでございます。以上、答弁といたします。11番、新野文雄君、よろしいですか。11番、新野文雄君。はい、ありがとうございます。今、そういった意見が出すということでございますが、場合によってはですね、このいろんな部署というんですか、下水道であったり、環境生活であれば、ゴミ問題のことにも関係してきますし、そういったところで、一つの意見を出す行政側の方が一つの側だけではできないというふうには思うわけですね。そういったときに、どのように対応をされていくのか、もう一度お聞きいたします。都市活性化局長。それではご質問の、町内の、集約ということでございますが、構想段階でございますので、出される素案の状況が、おのおのでございますものの、そのいただきました届け出の内容につきましては、各課に、必ず意見紹介を行い、市全体としての意見を取りまとめて、意見書を出す予定でございますことから、その手続きの中で、漏れなく各課との連携を図り、しっかりとして市の意見として取りまとめができるものと考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君、よろしいですか。11番、新野文雄君。はい。そういうことになるのかな。当然、各課で、調整もしていただかなければならない。それとですね、次の項目に入るわけなんですが、事業者側からこう見ると、この届け出が済んでしまうと、計画が市に認められたというふうに受け取ってですね、その後、住民とのこう説明会で、市との協議はもうすでに進んでいるという意識、そういうような強気に出てくるというふうにも感じるわけですね。そういう時には、市は住民の説明会とのこういう調整はどのようなこと、どのようなことというふうに考えておられるのか、お聞きをしたいと思います。都市活性化局長。それでは、住民説明会との調整をどのように考えているのかについてお答えいたします。まず本条例案は、事業の構想段階においてまちづくりの方針に沿った土地利用を促すものであり、規定の手続きを経ても市が事業計画を認めるものではございません。その事業構想段階においてのこの意見書等々によって、事業者が計画を取りまとめた後、その手続きの後、さらに事業計画の精度が高まり、具体の事業計画が固まった段階で、業者の方は開発指導要項や中高層建築物に関する指導要項の規定による事前審査申請の提出の段階となりますことから、各所管から詳細にその時点で要件が付けられ、その中で、加えて近隣住民への説明会で意見要望等が出される可能性があることも、その段階でしっかりと事業者に十分に伝えてまいります。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。はい。ただ気になるというところではですね、住民説明会で、私もいろいろ自治会の役をしたときも経験はあるんですが、いろいろ紛糾するようなことがございます。住民説明会で、市として、同席してですね、意見を直接住民と業者がやっているやり取りの意見も聞いておく必要があるというふうには思うのですが、こういったことはできないんでしょうか。都市活性化局長。今ご質問の件につきましては、開発指導要項に係る住民説明会のことですので、私の所管ではございませんが、基本的な市の立場としては、住民説明会の内容を、開発指導要項の中で報告させるというものですので、そういった形で内容を確認するようになってございます。以上、答弁とさせていただきます。
11番、新野文雄君、よろしいですか。11番、新野文雄君。少し所管外のことも聞きましたので、申し訳なかったんですが、ただ、次のことで、行かせていただきますが、今回の、条例はですね、近隣住民とのこう紛争をですね、未然に防止するということなどが目的というのは分かるんですが、万が一ですね、紛争が起こった場合の対応というものはどういうふうに考えておられるのかお伺いをしたいと思います。都市活性化局長。それでは万が一紛争が起こった場合の対応についてどのように考えているのかについてお答えいたします。まず、本条例案に基づきまして、事業計画の変更が容易な時期、いわゆる構想段階に本市のまちづくりの方針を伝えることによりまして、近隣の生活環境に対する配慮をした計画に、導く促すこととなり、結果的に良好な住環境の確保や紛争の未然防止につながるものと考えてございます。しかしながら、万が一紛争が起こった場合は、議員仰せの通り、建築主と近隣関係住民の双方がお互いの立場を尊重し合い、譲り合いの精神を持ちながら話し合いを重ねていくことが大切であると考えております。また、事業者は地域住民に対しまして、理解と協力が得られるよう説明会を開催し、十分な説明及び協議を行うものと、開発指導要項等に定められておりますので、今後も市といたしましては、事業者に対してしっかりとその働きかけを行ってまいります。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君、よろしいですか。11番、新野文雄君。はい、基本的には市としては何もしないというスタンスなのでしょうか、お聞きしたいと思います。都市活性化局長。そういうスタンスではなくて、構想段階でしっかりと、伝えることによって、紛争を防止するという促すという立場等でございますので、何もしないということではございません。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。はい、一旦理解はさせていただきます。最後になりますがね、本市ではですね、中高層建築物の開発の場合は、守山市開発指導行為を指導要項の中で、中高層建築物に関する指導要項を定め、その中で、住民説明会等を行うよう指導されています。万が一の紛争が起きた場合、双方からの紛争の調整を申し出られても対応できるよう、斡旋また調停などの項目まで考えた内容をこの条例に、でこう追記していくというふうに私は必要があるのではないかなというふうに思います。所管外のことになるのかも分かりませんが、現状ではこの見解についてはどういうふうに思っておられるのかお伺いいたします。都市活性化局長。それでは、斡旋調停などの内容を追記していく必要性があるのではないかについてお答えいたします。まず、本条例につきましては、先ほど来申し上げてますように、事業の構想段階での調整について定めるものでございまして、この内容を、仰せの斡旋について条例に追記する必要はないものと考えてございます。また、他市では紛争予防調整条例は存在するものの、先の平成30年12月議会におきまして、隣の都市経済部長が答弁いたしました通り、本市といたしましては、このような条例を制定するのではなく、今回提案させていただきます、共同住宅等に係るまちづくり調整条例により、市のまちづくりの方針適合した土地利用を促してまいりたいと考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。11番、新野文雄君。他市では今、紛争予防条例等はこう存在するということで、私も調べますといろいろな町では存在はしています、確認もしております。で、守山市としてはそこに行くまでにこの調整条例を持ってですね、
未然に防ごうというこのそのスタンスは大変いいのかなというは思うんですが、実際に、まあ、紛争までは今起こってないのかもわかりませんが、起こりうる条件のところまでは出てきているというふうに思います。まあ、他市ではこういうような存在しているということを言うことなんですが、本市ではこういう、まあ、この機会にですね、条例がこの未然の条例を作ると、町づくり条例を作るときに、そういうような議論はしておられないんでしょうか。都市活性化局長。まず、ちょっと記憶が確かではないんですが、議員おっしゃるとおり、平成29年度から議員の方から学校規模の、適正化の中で、今のまちづくり条例的なもののご提案もいただいたとございます。それ以後、私たちは、順次、建築条例であったり、高度地区もこの3月に、都市計画決定をさせていただきました。そうした順次やっていく中で、当然、他市の、紛争条例も勉強する中で、まず効率的、効果的に、また専門家の意見を聞く中で、他市の紛争条例は、海水道要項の事前協議後の紛争の斡旋調停防止条例で、前も部長が答弁いたしましたように、非常に件数も少なく、まあ、効果的でないと考えましたので、事業構想段階でしっかりと、本市のまちづくりの方針を伝えることが、より効果的、実効性があるものだと考えて、今回提案させていただくものでございます。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。まあ、所管外のことだったので、まあ、答えにくい部分もあるかも分かりませんが、まあ、去年の12月に、まあ、はずい議員の方から、まあ、そういうような提案と質問があったというふうに私も記憶しております。いうことで、まあ、森山の場合は今のおっしゃった通り、未然に防ぐということを、まあ、重きを置いているというのは理解をいたします。まあ、ただしですね、まあ、せっかくこういう条例を作っていく段階の中では、そういったことまで踏み込んでですね、もしかの場合には、こういうような対応ができますよというふうに、しっかりとこう謳っていく、まあ、制定をしていくことも大事ではないのかなというふうに、私は思っております。まあ、所管外ではありますが、局長のもし感想を伺えたら、お願いをいたします。都市活性化局長。まず私の考えを申し上げますと、繰り返しになりますけど、私も他市の条例を勉強させていただきました。他市の開発指導要項の事前協議のための紛争防止条例というのは、開発指導要項で私たちが、本市が指導している内容とほぼほぼ近いものでございます。その後の斡旋の調整条例につきましては、双方が、申し出がない限り、なかなか斡旋、しかも、斡旋調停のための調停委員会を設けたりとか、なかなか今の、単体規定、まあ、敷地の中で法律の範囲内で、建てられたものにつきまして、そこまで、建築主の方が、紛争防止条例に基づいて調停を申し上げるのは非常に難しい状況だと思ってございます。そうした中から、やはりより、労力をかけずにと語弊がありますが、効果的に、早い段階で事業主の方にも、本市のまちづくりの方針を理解していただくことによって、より効果的に実行できるのが今回の構想段階での防止、条例だと考えてございますので、基本的には斡旋等の調停の防止条例はなかなか本市にはふさわしくないものと考えてございます。以上でございます。11番新野文雄君。はい、まあ、そういう考え方もあるかなというふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、まあ、それは紛争が起きないことが一番大事なので、まあ、この条例がしっかりと、まあ、守られてですね、こういう、効果的な条例であるということを期待をいたします。まあ、これ以上、質問は同じとなると思いますので、また機会があれば、こういうような議論もしていきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。